他人との比較ではなく、あなたがやっていてシンプルに楽しいということをしてください。過去がきつくても、どんなことがあっても、僕らは今を生きるしかないですし、明日以降を良くしないと何の意味もありません。あなた、運がいいんだって。はい、こんにちは、ララシケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。さて、本日の話題はですね、実はチャンネル始めたての頃から頻繁にいただくお悩みです。しかも同じ視聴者様ではなく、みんな別々の方からですので、それほど同じ悩みを抱えた人が多いんでしょう。いや、気持ちはわかるんです。どういう悩みかと言いますと、嫌なことを忘れる方法を教えてください、というものです。これに対して僕はインスタグラム質問コーナーや生配信でドラマメンタリストでもパトリック・ジェーンが語っていた方法、実際にある方法なんですが、それを返信していたんですが、未だに質問が引き続けますので、本日はいつも話すその方法と別に仕入れた情報を合算して、なんとか視聴者様の悩みを少しでも解消できればと考えておりますので、どうぞ最後までお付き合いください。当チャンネルは規約違反、プライバシー侵害などの動画はアップできません。最新情報は Twitter にて、無料の人生相談は週1の Instagram ストーリーでやっています。動画で紹介した詐欺や詐欺師、霊感商法は、ケンケン TV 公式サイト、気づこうかい。感想学を学びたい人は、感想学のすすめ。令和最新のデータに基づく生命判断は、生命判断あやをご使用ください。各サイト、SNS、ご視聴、フォローしていただけますと幸いです。前述しました通り、嫌な記憶の忘れ方なんですが、一番最近来ていたコメントを一つだけ読ませていただきますと、私は嫌なことがあると、そのことが頭から離れません。ずっと同じことばかり考えてしまう傾向は強く、その傾向を以前より自覚しています。今も半年前に別れた元彼のことが忘れられず苦しいです。どうすれば元彼のことを早く忘れられますか？といった恋愛での話でしたが、いろいろなパターンがあり、自分のミスを忘れたい、みんなの前で失敗していたことなど、要するにトラウマになっていることをもう思い出したくないというお悩みです。わかります。そういったものに限って逆に人間は忘れられないものですからね。楽に記憶を削除したりと、そんなコンピューターのようにはできていません。しかし少しでも和らぐ方法を今日は解説していきましょう。本日の項目です。項目1、白クマ実験から学ぶ嫌な記憶を即刻忘れ去る方法。項目2、ネガティブな経験が脳裏に焼き付くのは当然。項目3、一時的に徹底して思い出した方が忘却しやすい。項目4、頭の黒板に書いて消す方法。項目5、他のものに打ち込む。項目6、過去は変えられないが過去の意味は変えられる。項目7、過去や未来ではなく今この瞬間を楽しむ、の7項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、白クマ実験から学ぶ嫌な記憶を即刻忘れ去る方法です。まず有名なものから話していきましょう。項目名は可愛かったでしょ。白クマですから本当にそう呼ぶんです。記憶の定着と忘却について理解を深める人に知ってほしい実験がございます。それは通称白クマ実験と呼ばれるものなんです。白クマ実験といっても空手家ウィリー・ウィリアムスのようにやらせバリバリのクマと戦う実験でも、鹿児島名物白クマをいっぱい食べる実験でもございません。アメリカの心理学者ダニエル・ウェグナー氏が1987年に行った実験です。実験の概要は次のようなものとなります。1、白クマに関する動画をある集団に見てもらいます。2、動画を見終わった後に集団を A グループ、B グループ、C グループの3つに分けます。3、A グループには白クマのことを覚えておいてねと言います。 B グループには白クマのことは考えても考えなくても OK と言います。 C グループには白クマのことだけは絶対に考えちゃダメと伝えます。4、1年後に A、B、C グループを集め、白クマの動画の内容をどれだけ覚えているかテストしました。さて問題です。今話しました A グループ、B グループ、C グループの中で最も白クマのことを覚えていたグループはどのグループでしょう。結構皆さん当たりそうですよね。今日の流れは分かっているでしょうから。そうです、正解は C グループです。白クマのことだけは絶対考えちゃダメと白クマの記憶を禁じられていた方が反対によく覚えていたという結果が出ました。ウェグナー氏の実験で確認できた内容は皮肉過程理論、アイロニックプロセスセオリーと呼ばれています。アラニス・モリセットの名曲アイロニックではありません。これは何かを考えないように努力すればするほど逆にそのことが頭から離れなくなるという現象に関する理論です。つまり失恋した女性が彼のことを忘れようと決意し、彼のことはもう考えない、彼のことなんて絶対に考えないんだからと強く思うほど彼のことを忘れられなくなるという皮肉な結果を招いてしまう心の働きです。皆さんもこの理論名は初耳だった方もいるでしょうが、ああはいはい確かにそうだよねと納得できている方は多いんではないでしょうか。考えたらダメだと分かっていても考えてしまうんですよね。だって人間ですからね。
視力マジック券についてもっと詳しく知りたいという視聴者様は、心理学者の植木理恵さんの著書、視力マのことだけは考えるな、新潮文庫の中で分かりやすく解説されていますので、興味のある方はそちらをお読みください。では次の項目に行きましょう。項目2、ネガティブな経験が脳裏に焼き付くのは当然です。全項目からの続きになります。想像してみてください。犬のうんちを踏んだ直後に財布を落とし、ゲリラ豪雨に打たれ、風邪をひいて高熱を出す。もし数時間以内にこんな立て続けのアンラッキー体験をしようものなら、誰だってその記憶を忘れたくなりますよね。当然です。ネガティブな記憶はできるだけ遠ざけたくなるのが人の心理です。ただし、ネガティブな記憶を覚えようとするのは脳が本来持っている性質でもあるので、かなり厄介なんです。でもこれにはきちんとした原因がありますし、説明をすると皆さんもご理解いただけると存じます。人間の脳というのは、嫌な出来事、ネガティブな事実ほど鮮明に記憶するのには実は理由があるんです。動物にとって天敵に襲われたといった恐怖体験は、いわば生死に関わる問題です。それゆえ、嫌な経験をした出来事ほどより強く記憶に残そうとするメカニズムが備わっています。これは動物が生きていくために勝手に持っているものなんです。いわば絶対に必要不可欠な能力です。人間も動物の一種ですから、嫌な記憶を覚えるように作られています。不快な感情を引き起こす記憶を容易に脳内から消せないのは当然といえば当然です。ここまでは分かってもらいましたよね。ちゃんとその防衛本能がないと、何度もスーパーマリオ2で毒キノコを取ってしまいます。一度色で大きくなるキノコと違うのが分かれば、2回目からは毒キノコを避けれますからね。まあ初見殺しなので、プレイした人は必ず1回目は毒キノコでマリオを一気失っているはずです。とここまでは分かってもらえるでしょうから、次の項目に移ります。項目3、一時的に徹底して思い出した方が忘却しやすいです。ここからはちゃんとした攻略法を話していきましょう。嫌なことほど忘れられない、そうなんだで動画終われるわけないですからね。では行きましょう。視聴者の方の考えとは逆に思うかもしれませんが、実はズバリ言うと、忘れたい過去はあえて思い出し言葉にした方がいいんです。えっとなりましたか。じゃあそれについてちょっと説明します。当チャンネルでもよく僕がお話に出します脳科学者の中野信子さんは、嫌な記憶をあえて思い出した方が結果的に忘れられるようになると述べてらっしゃいます。何かをずっと覚えている状態というのは、例えるならぼや程度の火がずっとくすぶり続けている状態です。これはこれでかなり辛いんです。見覚えありませんか。しかし、あえて思い出し言語化するというのは、一時的にぼわっと燃え盛る大きな炎にすることで忘れるアプローチになるんです。言葉にする方法には、紙に書き出す、発声するという2種類のやり方が存在します。この2種類どちらのやり方でも問題ありませんので、視聴者の皆様が好きなように各々あったやり方で嫌な記憶と向き合ってみましょう。最初はしんどいし、勇気がちょっといるかもしれませんが、忘れたいのであれば騙されたと思ってやってみてください。いつでも愚痴ばかり言っている人は疎まれます。しかし、気が置けない友人に失恋した元彼の話を聞いてもらうなどのやり方って、実は忘れるために有効な方法だったんです。言葉にしないままもやっとした感情が残る状態が続くと、ストレスが溜まり精神状態が悪くなりかねません。よくみんなが巷で話している、人に言うだけで半分くらいは楽になるというやり方は、案外脳科学的には正しかったということだったんです。僕が次の項目で説明するドラマメンタリストのサイモン・ベイカーのやり方も実はそうです。逃げずに一度思い出しているんです。それが重要なのかもしれませんね。では行きましょう。次、項目4、頭の黒板に書いて消す方法です。これが冒頭でも話しました、ドラマメンタリストでもやっていた方法。僕は常にこのやり方を昔から進めていましたし、僕自身かなり以前から実践するようになって、随分と実用レベルで使用可能になりました。このやり方もスポーツやゲームと同じで、反復練習と慣れが必要になってくるというのは自分の経験上分かっています。というのも、このやり方は僕がずっと昔初めて知った時は、試しながら本当にそんなことできるのかよと半信半疑でやっていましたが、ブツブツ言いながらも続けること数年、きちんと身につきました。なので、この方法を皆さんもやり始めるならば、若いに越したことはありません。嫌な出来事って残念ながら何歳になろうとも起きてしまいますからね。普通に生活してたら、まず嫌な出来事、嫌なもの、嫌な人間、それを思い出しそうになった時、頭の中に黒板やホワイトボードをできるだけリアルに思い描いてください。バカにせずに真剣にです。そしてそのホワイトボードに嫌いな対象、思い出したくないものを書いてください。書いたそれを黒板消しやホワイトボードイレーザーで綺麗に消す。ここまでイメージしてほしいんです。できるだけ鮮明にです。そうしてもまた人間は思い出します。しかし、思い出すたびに同じ工程を頭の中でイメージしてやってみてください。こちらの方法が僕が実際に身につけた方法で、慣れてくればきっちりと思い出す回数が減ってきて忘れやすくなりますので、ぜひ一度試してみてほしいんです。またもう一つ別の方法も紹介します。次の項目です。項目5、他のものに打ち込むです。こちらが最も成功法、ポピュラーといえばポピュラーなのかもしれません。実際僕も試しましたが、僕は全項目の方が合いましたが、人それぞれ違うでしょう。これはできれば非常に有意義な方法です。
よく聞く話かもしれませんが、他に没頭するものを見つけるというドストレートな手法です。事実僕の相談者さんでもこの方法を使って、むしろ逆に打ち込んだもので成功して良くなったというおとぎ話のような結果になったこともリアルにあります。しかし僕が何で合わなかったかというと、打ち込むもの、例えばトレーニングやゲームなど何でもいいんですが、僕の場合は気にかかっているものや嫌なことがあるとそっちの方にも集中できない性格なんですよね。それゆえ別の何かに手を出してもどっちつかずで中途半端になってしまうんです。何をしてても手がつかず、チラチラと頭に浮かぶんですよね。ガチで打ち込めるものと出会えてなかったのか、自分の性格かは分かりませんが、僕には無理でしたので、会う人は一度チャレンジしてみるのも良いと思います。では次の項目に行きましょう。項目6、過去は変えられないが過去の意味は変えられるです。ちょっとかっこいい歌の歌詞みたいですが、聞いてください。真面目に話しますんで。嫌な記憶から逃げないで、とことん向き合うことである変化が訪れます。過去の意味が変わるのです。ちょっと僕がおじさんすぎるんで、令和に生きる視聴者の皆様には申し訳ないですが、昭和の価値観をふんだんに踏んだ例えになりますが、しばしお付き合いください。昔のスポーツ界では、特に格闘技系ならなおさらなんですが、年長者からのしごき、可愛がりが日常茶飯事でした。ちょっと業界用語になってしまいましたが、しごきや可愛がりというのは練習中に受ける暴力などのことを言うんですが、そのしごき、可愛がりを受けている最中というのは怒りや恨みの感情が湧くものです。当然ですよね、人間ですから。以前僕が別の動画で話していたエピソードなんですが、あのアントニオ猪木氏が師匠の力道山からアゴという直裁すぎるあだ名で呼ばれ、罪もないのにくすべられ顔面をボコボコに殴打され続けた結果、力道山を亡き者にしてやると恨んだと話しました。ちょうど板垣圭介先生の画廊伝でその逸話をそのまま書いた箇所がありましたね。このコマです。移民がというのも本来力道山が猪木さんを罵っていた差別用語で、ブラジルから来た猪木氏を実際そう呼んでたらしいです。実はですね、この画廊伝の部分。しかしその後体制できた選手はアントニオ猪木氏のように過去に自分をしごいてくれた人間への感謝の念を持つことがあります。これなんかまさしく過去の出来事に対する解釈が変わっている分かりやすい例でしょう。一時期は恨んでいたのに最終感謝という感情に変わりました。しかし過去に受けた出来事は変わっていません。もちろん相手を傷つけようという悪意しかない行為はいじめでしかないので論外です。そしてもう今の時代ね、しごきや可愛がり自体が NG なのは言うまでもありません。あくまでも一つの例として話しただけです。こういうのも言っておかないとコメントで暴力を推奨するのかみたいなのが来るんですよ。いちいち言わなくても本来そこは分かってほしいですけどね。質問者様の元彼の記憶も良かったことと残念だったことの双方があるはずです。一度時間をかけて一つ一つ洗い出していただくことをお勧めします。最初は辛くて苦しいところもありますが、ある程度感情が抜けて冷静に出来事を振り返られるような状態になると、感謝の気持ちが生まれることだってあるはずなんです。なお、トラウマや PTSD のような辛すぎる記憶を自力で解決するのは危険が伴いますので、あまりに辛い記憶の場合は、僕の今回の話は一切無視して、カウンセラーなどのプロ、専門家の力を借りることも一つの手段です。それでは最後の項目です。項目7、過去や未来ではなく、今この瞬間を楽しむです。たまにはかっこよく終わりましょう。時間には過去、現在、未来があります。過去の嫌な記憶、まだ訪れていない未来に対する不安なので、現在を楽しめなくなるのはもったいないと言わざるを得ません。今を生き生きと過ごすことも過去を忘れることにつながります。他人との比較ではなく、あなたがやっていてシンプルに楽しいということをしてください。過去がきつくても、どんなことがあっても、僕らは今を生きるしかないですし、明日以降を良くしないと何の意味もありません。ということで、自分に合った方法を見つけて良い未来を構築しましょう。ということで、本日は嫌な過去を忘れる方法を話しました。本日のテーマのような話から人生相談でも、感想学やオカルト系、占いの裏側まで、どのようなことでも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。気づこう会にて詐欺師や霊感商法をやっている悪人の情報を随時募集しております。よろしければ高評価やチャンネル登録もお願いします。当チャンネル占い師けんけん TV でトラストリテラシーを高めて一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。